ウェイクボード TV さんでございます。ウェイクサーフィンの始め方という形で、今日はウェイクサーフィンのやり方を説明していきます。まず、必要なものは勇気。ああ流れた。はいはい、泳いで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 。そりゃそうでしょう。まずは水に入る勇気を持ちましょう。はい、つけて。はい、はい、つけて。はいはいはい、波を起こすための装置でございます。はい、つけて。こうこうさあさあそう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 サーフィンの始め方ですか。はい、何がコツですか。何がコツ、何がコツ、コツか。立つと立つ乗る。じゃあ立って乗りましょう。じゃあそれがコツだそうです。はい、まずはですね、サーフィンの始め方、ロープを持って外に出て板の上に足を置きます。足を置いたらボートが進むので、そのまま立ち上がる、これだけですね。で、この状態でボートスピードが安定して、波がきれいにシェイプができるまで待っていきましょう。ちゃんとボトムができて、で、この間にどの位置に乗ればいいのかというのを探っていきます。で、うまい位置に乗れると波がボードを押してくれるので、このロープが緩みます。ロープが緩んだということは自立して滑ることができるということなので、そのタイミングを見計らってロープを投げるというわけです。で、スピードを出すためには、こういう形ですね。後ろに乗ると下がります。前に乗ると加速して前に進んでいくという流れになりますね。以上がボートでのサーフィンのやり方でございます。